さあ始まりました、リュウの YouTube チャンネルです。イエーイ。今回は実況にチャレンジしてみたいと思います。アナウンサーといえばやっぱり実況をする力も必要と言われますからね。はい、私も頑張りたいと思います。では早速手元に動画があるのでスタートしたいと思います。3、2、1。あ、これはアナウンス部の入り口ですね。ガチャッと扉が開いて、お、あ、沢口アナウンサーが入ってきました。なんか右手にビニール袋を下げていますね。ビニール袋ドンと置いて、あ、ほっと一息ね。今手終わったのかな。今ね、やっぱコロナウイルス対策でマスク大切ですからね。お、この袋をガサガサと開けまして、中には何が入っているのかな。お、お弁当かな。お弁当ですね。しっかりマスクを外してね、はい、どこに置くか迷って、あ、そのね、右上に置くのね。あ、今流行りの白い T シャツ可愛いですね。うん、一つなりましたね。お腹すいた。お腹すいたね。手終わりお腹すくよね。イエーイ。すごい楽しそうですね。焼き鳥弁当。沢口アナウンサーから心の声が漏れました。私も大好きな焼き鳥弁当。ネギマ。ネギマが一番好きなのね。あ、匂いを嗅いで、あ、食べないのね。まず匂いを嗅ぐところからいただきます。お、まずは上2つネギと焼き鳥を頬張りました。お、シャリシャリいい音がしてますね。あら、あら、目玉が飛び出して左手を大きく入った。うなった。おいしい。いや、本当にね、あの沢口アナウンサー焼き鳥食べてるとき幸せそうですよね。炭火の香りがすごくする。はい、もうしっかりと食リポもしっかりしてくれました。そして鶏とネギはセットなのね。あー、美味しそう。たまらないわね。うん、シャリシャリネギの噛むいい音と謎のグーダンスですね。これは、あ、もしかしてニャンコスターさんですね。ニャンコスターさんと、これは何だろうな、ちょっとわからないですけど。で、そして最後のお肉を丁寧に頬張りました。あ、幸せそうなポーズをまた取りましたね。お、続いて右手で、あ、スマートフォンを操作しましたけど、あ、え、なになになに、なんでこんなに笑ってるの。なんか突然スマートフォンの画面を見てニヤニヤし始めましたね。なんでしょうか、なんでしょうか。焼き鳥のクーポン券でも届いたんでしょうか。ニヤニヤと楽しそうに笑っていますね。お、返事を打ち返していますね。なんでしょうか、焼き鳥の神様からなんか連絡でも来たんでしょうかね。あ、ちょっと真剣な表情になりましたが、お、でも目の前の焼き鳥よりも今目の前にあるこのスマートフォンの返信相手を大切にしているということは、おそらくこれは焼き鳥の神様と連絡しているんでしょうね。はい、そういうふうに見受けられますが、かなり長い間、あ、これはもしかして返事をしているのではなくて何かを探しているのでしょうか。焼き鳥の美味しい食べ方みたいなのをもしかしたら今更検索しているのかもしれませんね。あの、彼女はもう焼き鳥のプロだと思いますのでね。あら、なんか楽しそうにしてますね。どうしたんだ、何かいいことあったとか。それであっという間に焼き鳥弁当を完食しました。完食しました。お、お弁当食べ終わって次は何をするのかな。お腹いっぱいになったのかな。さっきあのスマートフォンで連絡してた相手は誰だったんですかね。あ、なんかちょっと悲しそうにしてる。どうしたんだろう。え、終わった。これで終わり、終了。焼き鳥の神様って何。自分で言って自分で突っ込みますけど、いや、実況って難しいですね。お付き合いいただいてありがとうございました。あの、チャンネル登録、いいね、たくさんのコメントお待ちしております。いつもありがとうございます。黒木の実況動画でした。